永田町風雲録の時間です。お楽しみ、司会の早野徹です。朝日新聞出身で政治ジャーナリストです。はい、いつものメンバーで語り合います。日本の政治の裏表あれこれ全部知ってる平野貞夫さん。はい ようやく春めきましたが、そう、日本の政治はまだ真冬でございます。そして何といったって現代気鋭の現役鈴木哲夫さん。お願いします。ちょっと面白くなってきましたね。あ、そんな感じね。はい、と思います。今日はそう、外はね、あのポカポカと春めいて、3月3日のひな祭りなんだけど、昔の小学校の女の友達とか思い出ありませんか？私はね、甘酒飲んだとか。子供の頃の僕の田舎のあの3月の節句ってのは旧暦で やりましたからね。だから、あの高知では四国は高知、うん、旧暦っていうとどうなっちゃうの？だって一月ぐらい遅れるわけ、遅れるわけだ。4月、それが日本の本当の文化なんですよ。でもなんかピント外れたような気もするね。いや、あのさすが高知だね。ほとんどの正月も旧暦です。そうですか。だから学校の正月とその集落の正月と2つあったわけよ。なるほどなるほど。それが日本の人、そういう日本の端境を生きてこられた平野さんの、あのね、うんちくのある話は今日も楽しみ。はい、今日のテーマ、一応ざっとご案内いたしますとね、なんといってもまず働き方改革ってなんだっていうのをやりますよ。裁量労働制って何のことだいってね、やめることになっちゃったけどね。そしていよいよ憲法9条が変わるという、やっぱり安保の問題、ちょっと気になる点を議論したいと思います。そしてなんといってもこの森友学園だな、ね、森友学園に国有地大安売りっていう、なんだこの叩き打ったりしたような感じはというのを詳しく詳しく、これは政治の裏側が一体どうなってるのかと、こういう話ですからね。これはまた新たなね、うん、朝日新聞がスクープして、うん、国会のその提出した財務省が用意したものがどうも書き換えられてるんじゃないか。そう、これ超持ってきたけど、これね、大問題ね。そうかな、なってきましたからね。うん、それはもうてっちゃんのこれからの政局の読みを、いかにこうやってね、これを追求していくかという、うん、後で平野さんが、うん、その野党にね、こうやればいいっていうのを秘策をここで喋っちゃう。喋るって言ってた。それじゃ秘策にならんの？最後まで見てみたいで。そうですな。早送りということで、お話します。しかしね、森友学園も大変だけど、この働き方改革なんだっていうのも、これもなかなか重要なのテーマですよね。はい、ここのところ、ずっと新聞をざっと ご披露すると。働き方改革法案というのが出てるわけだね。いや、これからですね。あ、これから出すんだ。そうです。そうそうそう。その前哨戦みたいに議論が進んでるんだけれども、これ自体は残業規制、残業を一定程度にして、かつそれを違反すると罰金を科すという、それはそれでいいなと思うんだけど、そこに、そういうことに関わらない裁量労働制というジャンルでの働き方を作ろうとした。これがこの間の国会中継なんかも聞いててもね、一日中この裁量労働制けしからんという野党の追及の中で、だからざっくり言うと法案は、骨子というのも変ですけど、一番最初から言われてるのは9つぐらいあって、いろいろあるんですよ。例えば、同一労働同一賃金にするとか、それからその残業を規制するとか、これから人が足りなくなるから外国人労働者をどうするかとか、ね、いっぱいある、そこに裁量労働制もあるあったんでね。それが結局最後、この部分は削除ということになりました。まあ、でこれ全部だからパッケージになってるから、簡単にこういう、平野さんが詳しくおっしゃってくれると思うんだけども、結局そのなんて言うんでしょうね、これは労働者向けにこう いい話だけど、パッケージで見ると、いやこれはどうもその、経営者に有利な話なんじゃないの、みたいな、そういうふうにこう、うまく混ぜこぜしてるわけだな。それを議論してたら、その一番経営者にとってプラスじゃないのって言われてるところで、そのどうも、問題が出てきちゃったっていう。安倍さんもなかなか随分政権長くなって、
いろんな手口が入り組んできて、いいものと悪いものとパックしてね、闘争なんていう分かりにくいようなこともね。あと財界党も非常に安倍さんはいいので、じゃあその働き方改革ってとは何だっていう、このテーマでまず議論していきたいと思います、はい。まあ、今ちょっとお話したが出たけど、残業時間の上限を規制する罰則付き、これは悪いことではないかもしれないな。同一労働同一賃金なんて今頃何の話なんだろうと思ったりもするんだが、そして裁量労働制の拡大は断念から高度プロフェッショナルなんていう制度とかね、なんだかいろいろごちゃごちゃ入っていてわからないんだけど、はい、総括的に平野さん、この問題はどういう問題なんだということを語ってくれない？まずね、働き方改革というワーディングが間違ってます。働かせ方改革なんですよ。なるほど。それでね、この問題の本質はね、国会の質問でもそれからマスコミの論説でも全然根本をついてないで、私は非常にね、うん、日本人の有識者のね、知的レベルの劣化を嘆いてるんですがね、うん、そこまでいっちゃうか、一部、これはね、日本の資本主義のあり方の基本構造ですよ。日本の資本主義のあり方の基本構造、それはどういう意味？要するに財界がやね、うん、なるべく人間に金を使わずに儲けるかという仕組みをどうやって作るかということなんですよ。生産性の向上、難しく言うと、だから財界と、でこれはね、僕はあのアメとムチがもちろん混ざってますよ、うん、労働者でいい方もありますよ、うん、あの罰金も、はいはい、いい方のそう、ね、しかし根本はね、うん、根本はね、あの21世紀の奴隷を作る法律ですよ。21世紀の敵奴隷を作る法律ですよ。だって知的仕事とか専門的な仕事をする現在ある、まあ、新聞記者なんかもそうなんだけど、その裁量労働をね、会社の営業の人たちまで広げるって言うんでしょ。そうそう、そういうことなんだ。それで賃金を払わないわけでしょ、その分を、うん、そして彼らはやっぱりその資本主義のその排他的競争の中でね、結局自分の身を切ったり売ったりしていくようになるわけでしょ。新しい奴隷制度ですよ、僕に言いましたら。それをなんで国会で野党が言わないの？これはマルクスが乗り越えたはずの労働者の権利、元へ戻るわけですよ。戻ってしまう、うん、そこに問題の、それほど資本主義の質が悪くなってるんですよ、日本の。悪くしようと言うんですよ。これはもう、それをね、あの新聞の論説にも書かんし、あの野党も質問しないしね、技術的な話ばっかりしてんじゃないですか。そう言われるとなんか内心じくじって言ったら変だけど、書きむしられるもんだ。問題はそうなんですよ。21世紀の奴隷作りですよ。だって派遣社員法を作った、拡大したでしょ、うん、あれで何が起こったの？派遣社員っていうのは昔は専門家だったんですよ、うん、それを一般のそのコンビニの人たちにも広げるもんだから、どういう悲劇が起こってますか。よし、分かった。人間の尊厳というものを犯すね、最もその根本に、労使ってのはやっぱりそういう意味でお互いにね、喧嘩したり仲良くして、うん、あの一つの経済を活動させる、うん、その根本を忘れてる法律ですよ、うん、だからやっぱりこういうざまになるんですよ。データは意図的に捏造したりね。少しあのその議論の着実な議論も少ししてみよう。一つは残業時間の上限規制、これはいいわけだよね。あの我々ほら、はい、新聞記者はこういう残業時間ってないでしょ。いや、そのマスコミによりますよね。ちゃんと組合がしっかりしてて、うん、その残業をちゃんとつけるようなあのマスコミもあるし、つまり定時の働いた時間、はい、それに何時間余分に働いた残業時間、だから80とか100とか、それに対して割増賃金、うん、残業代が出ると、そういうメディアもあるし、こういうような形での働き方が本当は普通ですね。あのそういうメディアもあるし、メディアの世界でもそういうの、うん、そういう部分もある、うん、ありますあの。でも打ち切りっていうのもあります。そう、打ち切りなんだ。だから裁量労働制の要するにちょっと偏見のようなものもあるし、僕らはその時間外は打ち切り手当っていうのでもらって、うん、そうそれでそれどんなに働いても働かなくてもそれだけはくれると、まあ、こういうことなんだけど、だからしかし結局働いちゃったな。いやいや、そうですね。だから平野さんはもう結論ズバリおっしゃって、だからじゃあそれ具体的にはどうなのって話をすれば、うん、例えばね、うん、この残業時間規制ってありますけど、はい、これもじゃあ今の100とか何とか今言われてるので果たして、どうなの
かと、僕はちょっと高すぎると思いますよ、あの今のね、あのもっと低くするべきだと思うけど、まああるでしょ。で同一労働同一賃金なんて聞くと、ああ確かにそうだなと思うけど、同一労働同一賃金によって何が起きるかというと、要するにその契約社員とか派遣社員でも同じ仕事だよ、だ同じ賃金だよっていうと、正社員にしなくても済むわけですよ。その同一労働同一賃金なんて当たり前の話と思ったら、その問題に関係があるんだよね。裏目に読めば、正規雇用と非正規、非正規であったって別にあのいや同一労働同一賃金でっていうふうに、じゃあ非正規のまんまでいいってことになるじゃないですか。そういう意味になるの？いやいや、裏取ればそういうこともできるわけ ね、あのだからそのモルハのなんとかみたいなとこあって、それからもう一つありますよね、今問題になっているその裁量労働制の話ありますよね。はい、裁量労働制、ゴープロなんかもそうなんだけども、これもそうだけれども、裁量があるっていうのは何に裁量があるかというと、要するに仕事の進め方に裁量があるわけですよ、はい、だからいや今日は8部目までやって、2部は明日にしよう、じゃあ今日帰って家族サービスしよう、そういうことはできますけど、なるほど、そうだ、仕事量に関しては裁量ないんですよ。だから僕が今やってる、例えばデザインの僕が仕事で、これよし今日は8割までやって、さあ明日やろうって言って、それで明日来て2割やって帰ろうと思ったら、いやいや君あのもう次これやってくれって言われた時に、その仕事量については僕は断れないけど、裁量はない、だデザインの仕事だから、だからその裁量にというのも果たしてどれまでかっていうところもあるわけですよ。だから結局その平野さんおっしゃってるように、あの人間主義的なこれが働き方改革であるならば、その人の人生をどういうふうにうまく使ってね、仕事を働く組み合わせながらやるかっていうのが人間的な働き方改革の精神であって、でもそうじゃなくて、それをやることによって経営側がうまく裁量労働制を拡大して、あのまあいろんなそのまあ賃金を安くして使いやすくすると、同一労働同一賃金だから、じゃあこいつは別に正社員しなくても派遣のままでいいじゃんと、給料も同じだし認めてやってるんだからってなことになって、結局生産性を上げるためのその政策になってるって、ここの一番大きな差があるんですよね。そうそうそう、ですよね。要するにね、高度経済成長政策をね、資本主義の中で日本をこれから続けていこうということ の基本のシステムですよ。ところが高度成長政策は続くはずないんですよ。そこはやはり健全な資本主義っていうか、分配と人間を大事にするっていうね、その平等、こういうコンセンサスが労使の中でできた上でどうするかという問題なんです、そういう基盤の話全くせずにね、さすがに、唐突的にね、データをあの捏造してね、そのいわゆるあのデータの、ね、捏造ひどいね、あれも犯罪ですよ、してそれを時間外労働の実態について、いわゆるその内部保留いっぱいしてる会社に有利になるようなね、1週間の残業と1日の残業もついつまわねえんだよね、仕組みにしようというわけだから、 あえて結論、これも厚労省の僕当時 あの官房にいた人とか、結構今の現職とか相当取材したんですよ私、で、だけどね、そのうんちくは分かる今日、それでね、だけど この あのデータが違う話も出口は決まってるわけですよ。つまり裁量労働制を拡大するんだよ、結論決まってるじゃないですか。なるほど、それを裏付ける数字出せって言った時に比較してですね、裁量労働制の方が時間が長かった、そんなもん数字出せないじゃないですか。まあそういうことだから、花から要するにその数字を作り出すためにはどうすればいいかから始まってるわけだから、そこから仕組んじゃってるわけ、ね、いやでもそれはハンさん、あのご存知だと思うけど、官僚はやっぱりその説得するための数字作りっていうか、それはプロじゃないですか。そうだな、あらゆる数字を握っていて、自分のやりたいことに都合のいい数字をピックアップして提示したのが典型的だね今回。ただ厚労省の中の人間も言ってるけど、今回はちょっとそれにしてはお粗末なんですよね。だからなんでそうなったのかって言ったら、やっぱ当時この数字って、今問題になってる数字って、民主党が野党の時にデータ出せって言ってきたやつなんですって。でもう安倍政権に代わってもうすごく安倍政権支持率が高くて、それでもう民主党なんかダメだってなってたでしょ、だね、かなりいい加減に作ったんじゃないかっていうわけですよ。だからそれが一人歩きして残ってて、まあ、今回も、まあ、いろんなデータを出すときにもう全部どんな計算しても
あの裁量労働制の方が時間が長くなっちゃうんですって、うん、どんなに計算してもやっぱりそりゃそうだよな。でそこへあれとね、うん、これ会話は知りませんよ、僕作っちゃってるけど、うん、要するにこういうことです。要するにあれと、うん、なんかこれ資料あるじゃん、これなんだと、いやいやこれあの2014年か15年に民主党に作ってる、おこっちの裁量労働制の方がこう時間短いかじゃないか、おこれ使え、まあ要するにそういう風な流れではないかというんですよね。新しいやっぱり人間の搾取ですよね、政治と現実への真摯なる姿勢っていうのがさ、もう失われてきてるような感じですね。だから根本的な原点をね、合意してコンセンサス作っていう上で新しいね、うんうんうん、その産業、新しい社あの経済情勢にどう対応するかということを考えるべきで、うんうん、は原点に騙しがあるわけだよ、そもそもね。そ法律の立て付けそれが日本の国の今の悲劇でしょ、うん、ただ今度の国会ではその裁量労働制の拡大を断念させたでしょ。いやだからこれだけ断念したってダメなんですよ。これはなかなかあの野党も頑張ったんじゃない。いや野党はまあ、うん、野党やたらたくさん出てきたけどね。いやだからそれは僕平野さんと同じこと分かんないけど、野党はとにかく何でもとにかく徹底的に何でも攻めればいいべきだと思うから、まあ、それはまあまあそれはそうかもしれないが、うん、ただでもやっぱりそっちが勝ったわけだよ。いや勝ったっていうか、そう言っちゃダメだよ。断念の仕方がおかしいじゃない、うん、真夜中にかあの与党の幹部呼んでね、うん、安倍さんね、あれ国会で待ってたら国会で謝る、うん、あの避けるべきですよ。そうだな、だからこれだけ外してもしょうがないんですよ、うん、だからさっき言ったようにそのこの働き方改革というのはこんなんで騙されちゃいけないな、人間主義的な人が人生生きていくために働くってどういうことなのか、労使っていうのはどうやってこれから少子高齢化の時代やっていくのかということを人間主義的にこのねやっていこうという、そのコンセンサスが取れないで生産性の向上なんかでやってるから、うん、これ外したって成り立つわけです。しかし生産性と本当は成り立ちませんよ ね、生産性と人間主義、ここはもう日本が、ね、日本じゃない世界がその搾取されている労働者をどうやって、解放していくかという、いわばその歴史の積み重ねの上にそれが逆言ってるわけだよ。逆だよな、うん、これな。で昔の経団連のね、あの人だったあの人たちはね、そういう基盤があったんだよ。うん、経営側でもね、経営側に人間主義的な基盤がね。それで、政治にそういう要求しないし、うん、人間を無視するようなね。で政治からそういう話が出たらね、あの土光さんだってね、平岩さんだって蹴ったんだよ。なるほど。今のその経やっぱり。日本の資本主義を立ててる経営者の一つの思想認識がね、ものすごく堕落しているというその僕らが証拠だよね。ともその取材の前線にいた時の三角大福中ね、三木さん、福田さん、田中角栄、ね、大平さん、大平さんなんかのこう顔を思い出すと、お前たち何やってんだってこう、うん、今のね、ことを叱るような気がするね。ただやっぱり、ま、もっともっと人間的だったよな、もな、マスコミの経営者にも問題があるんじゃないかないやだから結局こういうものを俺生産性を、ね、全て生産性の向上後輩がやってるけどもね生産性なんですよ。だから平野さんさっきおっしゃってたように高度成長、夢をもう一度っていうね、で生産性をとにかく上げるんだと。だからあの例えばあれでもそうですよ、あの人づくり革命で、うん、あの幼児教育の無償化の話とかあるじゃないですか、うん、あれも森友があるよ、あの、あれも聞けばね、あのいいことですよ、社会で育てるって。そうだね、だけどそれは人間主義的に言えば、いや教育の機会を均等に与えるよと、うん、だから国がちゃんと面倒見るから、うん、でそれぞれ勉強して君たちの人生をね、うん、それぞれ考えて、うん、それぞれ一人頑張っていけよ、これが人間主義的な無償化ですよ。なるほど。だけど生産性を考えれば、いや金出してやんだから、うん、頑張って働いて国の GDP を上げてくれよな、これが生産性じゃないですか、うん、だからここの立て付けの根本が違うな。今日はすごい本質的ないい話がいきなり出てきて時間がねどんどん経っちゃうけど高度プロフェッショナルっていうのをこれ一言なんか、まあ、だから何なんだということ。いやだからこれもだから裁量労働制と同じように時間制限がないんだよね。だからあなたの高度プロフェッショナルになっちゃうんだよな。これは自営業だから、うん、まあ、それはそれでいいわけだけどな。コープロもそうだけど、結局2007年の第一次安倍政権にあのホワイトカラーエグゼンションってあったじゃないですか、はい、あった。あそこからもやっぱり実はずっと始まってるわけですよね。でそれは、まあ、ある意味では経済産業省内閣というか主導の、うん、まあ、はっきり言いますが生産性を上げるためにどうしていくかというずっともう流れがあって、その延長線上にこの働き方が書いてある。そうか。で
厚労省が今回前面にこう、まあ、出てるふうに見えますけど、うんうん、厚労省さっき取材したって言ったけどもものすごい不満持ってますよ厚労省、うん、だってさっき言って人間主義的な話じゃなくて、うん、何でもかんでも用意してポッと持ってったら全部官邸に美味しいとこ取られて生産性に変わっちゃうわけですよそういう立て付けが、うん、だからなるほど立て付けがなで悲しいなさっき野党の話あったけど政治の根本の精神が今、うん、そうそう狂ってるという言わざるを得ないな野党の話ありましたけど、うん、攻める攻めないの野党に情報が漏れてるのは厚労省から漏れてるって話が出てるんですようだから結局官邸とその厚労省の役所の対立去年のどっかから出てるよなだ去年の文科省と官邸と同じ構図ですよ、うん、はい、じゃあ次のテーマいこう今日は森友学園の話もね重要なんで2つ目はいよいよ憲法9条が変わるまあいろんな国会論戦の中でねやっぱりこの憲法問題がやっぱりずっとこの隠れた糸のようにつながっています自衛隊を明記しようとしろとい う主張だね、まあ、今の日本の憲法9条の第1項第2項国権の発動の戦争は、いや武力による威嚇行使は永久放棄するそして第2項は国の公選権は認めない陸海空軍は、保持しないとこうなってるんだけどもう自衛隊をちゃんと明記すべきだという議論それを2項を変える今のね2項を変えるという議論と3項を立てると1項目2項目は変えないまま3項目で自衛隊を設置するという項目を作るというのが安倍さんが言い出したことなんです今回の国会でねいやでも大元は違いますからねさあこの議論についてちょっと私はあの元朝新聞だからどうしても気になっちゃうんだけど一言ずつもらえないこの状況についてのあの私はね、うん、あの一言しか言う気にならないんだけどね言う気しお起きない自民党よ、うんうん、憲法9条遊びをするなこう真面目に日本の安全保障世界の平和を考えるそのためには9条を根本的に守れと、うん、僕はこれから憲法9条の礼正ね礼正精神の礼そうそうそう、うん、魂の礼だね憲法9条に礼正ある日本人は その礼正をその感知してあの9条を作ったんだよいいなあ憲法9条に冷静ありか、それをその運動をやろうと思った第一ね20世紀にねおそらく戦争でねこれだね冷静ってねそうそうそう5000万人以上の人間がね亡くなってんだよ、うん、それに基づいてできたのが日本国憲法の9条、うん、それを我々は70年守ってきたんだよそうなんだよなこれをね世界の憲法にするっていう運動何も武器でね人間生きてるわけじゃないんだから武器作って金儲けしてる連中に問題があるわけであってねしかも核これが起こった核兵器、うんうん、これが起こった以上絶対に僕は9条をね発展させることはあってもね発展させることもあってもしかしに日本政治の一番底辺の泥沼の中にいたはずの平野さんがこういう理想をか語るとはね日本人はもともとね日本人はもともと人間の、ね、やっぱり生命ということに対して一番大事にした民族だからねうんこれは本当にねその、まあ、神があるとすれば神があるとすれば救助こそな、うん、神が与えた日本人に対する責務ですよこの救助を広げるっていうことがでてっちゃんあのこの救助に自衛隊を書き加えるという憲法改正安倍さんは具体的にどう考えてるんだろうだ年内にやりそうな感じが私は してしょうがないんだけどいやいやそして本気でやるのかどうかどの程度可能性があるのかこのあたりをちょっと解説してくれない政局にも絡みますけど安倍さんは9月の総裁選挙すべてですから9月の総裁選挙な、ね、ここに参戦しなければ全く意味がないわけですね、うん、でそれで僕は様子を見てると思うんですね今一生懸命自民党は党内の議論してで、まあ、いろんなことをこう決めるっていうか、まあ、出てますね意見がでこれが当然メディアを通じて
あの流れますよね。で世論調査をメディアがやってます。憲法9条どう思うかと、そしたら今のところまだ9条は触るべきじゃないっていうのが一番多いんですよね、で1、2項そのままで3項という安倍案は、まあ例えば、20%、で一方で、このなんだろう、石破さんみたいにね、もうそれじゃ矛盾するからっつってもう2項全部変えちゃうと。そうだね、石破茂が2項も、これも 20% ぐらい、そうなんだ、ね、でも 40% ぐらいは9条は変えるべきじゃないって多いわけですね。そうだね、だからそういう意味では今観測気球を上げながら見てると思うんですよ。で会見を合わせたものとご検討大体トントンぐらいで世論調査で出てるな。会見でも9条を変えるかどうかという問題と、憲法全体を議論して変えるというのは全然また意味が違ってきますから、9条はね、だから9条に特化して言うとそういうことですよ、で、しかも公明党が今あの去年選挙を負けてから少し公明党らしさをアピールしようとしてで公明党減ったんだもんな、そういう、まあ、中でその最大の支持団体である創価学会なんかもそのいわゆるその憲法9条をそんなむやみに変えていいのかという、まあ、ある種平和宣言のようなものがあって、とはまあそういうところにも気を使わなきゃいけない。で世論も見ながら、あこれは9月の総裁選にマイナスだなというふうにもしなれば、これはそこで僕は一旦、まあ棚上げじゃないけども総裁選後まで総裁選後か、それでも総裁選後にはつまりね、だって参戦すれば安倍さんは憲法改正やりたいんですから。そうだよな、それを最後の目標にしてますから、ね、今衆議院でも3分の2、参議院でも3分の2をあの取っているという、与党が取っているというのは、めったにないチャンスだからね。まあそれはだけど、これは安倍さんとしては公明党をどうしてもやろうということになるんじゃないか。公明党をカウントするかどうかっていうのはそれはまた全然違いますよ。今のお話だとちょっと違うね。単純に3分の2って言っても言えない。そうすると例えば維新なんかの存在が大きくなって、そうそう維新が、それから衆議院は結構数ありますけど、参議院はやっぱり公明党抜きではなかなか前に進めないところもありますよね。だそういう意味では非常にこれ実は難しいんですよ。ただ安倍さんは参戦すればガーンといきますよね、だからやっぱりそこまで、ここの9月までが一つのこう、まあ、じゃあ安倍さんはいろいろ倒壊しながら隠れ身のいろいろ時々来たり、局面を変えたりしながらその9月の様子を見てるってことだよね、そう参戦を狙うと、まあ、こういうことだね、そしてね国民投票っていうのはね、日本はまだやったことないんだよね、この憲法改正に関わる。これは一体どうやるんだ、一体例えばこの、賛否両論でみんな自由にそのテレビなんかどうやって報道するのかとかね、そういうことも含めて、だから国民私たちの心構え、国民投票、国民投票もちょっと持たなくちゃいけないかなと思って、時期タイミングを見てると思いますよ、だから憲法改正とし、まあ、まず草案そのものがあのどうなるのかっていう問題ありますけど、じゃあ憲法あのごめんなさい国民投票だって、まあ、ムードを見ながらね、例えばですよ、政治日程もこれから大変なんですよ、例えば来年なんかそうだけど、天皇陛下 の, あの生前退とか、オリンピックも来るしな、オリンピックは翌年でしょ、もうこのピョンチャン の, あ, のあれを見れば分かるように、もう来年もうオリンピックまで1年切ったなんつったら大変なこう盛り上がりになってくるでしょ。あり得るな。そういう中で参議院選挙もある、統一地方選挙もある、そして陛下の即位だとか、新しい時代、新しい 天皇陛下が生まれる、さあ時代がなんていう、このムードがだーっと続く中で国民投票ってことになった時に、それはちょっとどう流される可能性ありますよね、ムードが、はい、それとね、国民投票にはね、致命的欠陥があるのよ。あ、そう、どういうこと、それは例えばその国民投票する運動のね、資金の問題、運動の機関の問題とか、それから国民投票資金、資金あ、お金、そうかそうか、だから今の政治資金規制はあるけれどもね、現行法で国民投票はいかがなのか、国民投票やった場合に、それは今のマスコミの堕落と、あの経済界の堕落で、巨額 の, あの資金投資すれば、安倍の思う通りの憲法改正できますよ、だから国民投票の欠陥を直すことが一つの政治問題なんですよ。そこをどういうふうに構築していくか、国民投票ってないんだ、ね、まあその話したらもう時間がないからな、そうそれは国民投票は、でもね、この番組でこの点を問題提起しておいたということは重要だと思うのでね、憲法改正、そんなうかうかと憲法改正だなんて走ってくれるなよという
ことでもあるし、あなたのおっしゃるようになかなか大変なことなわけだ。僕はその憲法の国民投票制度がないのは憲法の欠陥だとして、私が火をつけたあの問題であってね、あのその後引退した。そうだったんだね、うん、そういえば小田さんに怒られたんだよ。宮沢さんと野中さんに質問したらさ、彼ら反対だからね、年寄りいじめるなって小田一郎に怒られたことあったけどねしかしこれ憲法の欠陥だから必要ですよ、うん、あの国民があの政治権があるわけだから、うん、しかしあんなデタラメな国民投票法制度ではダメですよ。そうか、しかし具体的なことはもう時間がないから言わないで、ね、ところで小沢さんは どうしてます、最近元気でね、うん、その話ちょっと、まあ、聞きたい。小沢さんの話より森友の時間があった。この前インフルエンザでちょっとお休まれてました。私は小沢塾をさあの塾長代理で挨拶されたりして大変だったよ小沢一郎しっかりせよって言いたいよね。だから市民とともにやっぱりあの政治よくしないかんって言ってそっちの方に、うん、完全にシフトしてきてるのかどうか。だって民社党の党大会でそう挨拶したんで、うん、そう確かにそうなんだよな、変わりませんよ。そうか、じゃあまああの政局のそういうところもまた次にはウォッチしようね。はい、次いきます。森友学園に国有地大安売り、これは何なんだ一体ね。まあ一番あの端的な話、森友学園にが小学校を作ると、これは、どうやら安倍昭恵さん総理夫人が、名誉校長になるとかいうような話もあったり、それから安倍晋三安倍晋三記念、ね、記念学園だとかいうような名前にするとかいう話もあったり、しかしそれを問われると安倍晋三氏は無論このそんなことはないとはっきり否定したりと、まあ、こういうような状況が続いています。そしてその国有地の売却の中身はいかがなものかといえば、これ全体としては10億円ぐらいの土地なんでしょうかな。しかしその土地の下野の方にゴミが入っているということが、ゴミが発見したということで、撤去費用というのが8億1900万円というふうにかかるというふうに算定をし、そして結果的に売却額は1億3400万円で、その国有地を渡しましょうと、まあ、こういう話に、相なりそうだったと、こういうことなんですけどね。森友学園問題、これはいろんな背景、もこれあり、いろいろいろんなところから側面から語らなくちゃいけないと思うんだけど、まあともかく結果を今の現実の問題の成果をそうだな、うん、その辺の現状分析というか、森友についてはもう教えてくださいな。いや、だから今の話含めて昭恵夫人の名前が出たり、それからあの、その実際に買った方 の, あの学園の方の籠池、さんがですね、あのまあ次元の、まあ、主役になっちゃったりですね、こういろいろしてきて、でまあ逆に言うとまだ森友やってんのかという世論も少し出てきたわけですよ。はあ、もう、検察の手にあるわけだしね、うん、もう また森友やってんのかと、もういくら昭恵さんって言ったって関係ない、これをずっと繰り返してるわけだからというふうな状況になってきてたところへ、要するにまさに今日は3月3日ですけど、はい、昨日ですよ、朝日新聞がその実はこの議論をして、まあある意味では政府が言い訳をしてきたそのデータとか、まあ文書ですよね、これが偽造したんじゃないかと、つまり都合のいいようにまた データの改ざんっていうか偽造ですよ、捏造っていうかね、その疑いがあるんじゃないかということを、まあ森友文書書き換えの疑いという、でこれがだからもう要するにもしそうであれば、今までの要するにまあ安倍さんや政府の答弁というのは全部またひっくり返るわけですよね。だからそうなのか、いやそうですよ、だからこれ 大問題ですよ、うん、だからこれについてまあ1週間後ぐらいに、あいやまあ数日後に、6日にあの、うん、要するに財務省はこれについてのまあ見解と調べてやりますなって言ってますけど、言ってますな。昨日のちょっと答弁を僕はリアルタイムで見てないけど、後で見た感じでは、うん、やっぱちょっとこう
おどおどした感じでしたよね。だからつまり説明つかない。だからあの理財局長が出てきて一生懸命、ね、あの言い訳してたけど、ね、麻生さんも踏み込んでもう一切言えなかったですよね。うん、そうだったな。もしこれが本当にそうやって、書き加えた書き換えたものであればですね、これは多分もう公文書を偽造であり、もうここ刑事事件というか、あの内閣が刑事事件を起こしちゃったわけですから、これ大変な問題になりますよ。だからこの審議っていうのがもう実は今最大のこの森友の局面で出てきているという状況だと思いますね。なんだかこういう森友問題って追っかけてるうちにわけわからなくなってきて、ね、いやいや、わけわからない。司会者がそんなんでは申し訳ないんだけどね。わけわからなくじゃなくて、日本の政治の本質的欠陥が分かり始めたってことだよ。ははどういうことでしょう、だろうか、うん、その籠池さんの問題から、うん、国家の犯罪の問題に変わってきてるわけだからね。だからこれは大変な問題ですよ。そこでですね、そのやっぱり問題の本質をあの野党側がよく理解してないところに僕は問題があると思うの。で、大事なことはね、こういう問題はね、各党バラバラで追及してちゃダメですよ。選挙協力やって政権変わろうという意味だったらね、こういう重要な問題はあの6党なら6党が、まあ、きちっとその組織を作って情報と分析とてか追及っていうのを分担してやらなきゃダメなんですよ。自分たちの党 の、 その手柄っていうか人気投票にこういうあのそれを利用しちゃダメですよ。国家の一大事なんですよ。そこで問題は今鈴木さんも言ったように、国会議員いわゆる国会に提示した資料と、もともと近畿財務局ですか、近畿財務局がその籠池に対して、どういう対応をしたという資料と公文書と、うん、契約に関する契約、うん、契約そこがあの違うというわけでしょ、うん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 、そこで、まあ新聞の私の報道とかあの印象としてはやっぱり違うことが正しいだろうというような受け止め方を国民はみんなしてると思いますよ。それからその財務省も最初出せませんと言ってて、その理由にまあ捜査中の問題だとかなんとかということを言ってて、そして困ってその6日には何らかの方針を出すと、出すとは言ってないけどそういうことになってるわけでしょう。そこでそのこれから の、 その野党の追及の仕方ですがね、これはねやっぱりあのプロジェクトチームを6党で作らなきゃダメですよ。で責任者を置いて、それを作るっていうことと、で問題はですね、すでにもう誰かはあの口頭であの要求してると思うけど、元の資料を国会に提出しろという資料提出要求っていうのをしなかったんですよ。これはね、あの証人喚問と同じシステムなんですよ。議員証言法にあるんですよ、うん、議員証言法に。それで、まあ政府としてはその元の資料を提出するか提出しないかいろいろ悩むわけよね、うんうん、そこでその時にその妨害になるのが捜査中という問題、うんうんうん、でこれは国政調査権の方が上です。ああそうか、ね、憲法上うんそうね、別に捜査中でも、出せます、あの議決すればね、うん、で問題はその国会による 国政調査権の方が権あの上位です。当然最上位なはずだな。それはあの審議審議、ま、あのそういう仕組みですから、したがってその国会でその原資料を出せということに多数決で構成しなきゃいけない。しかし今のところ野党が少数でしょう、ねうん、しかしいかにこの問題が国家運営国家の信頼感について、特にその税金を配分する省庁の問題でしょうについて、これが信頼国民から信頼されなければやっぱり国家を運営する統治能力がないっていう、うん、あの話になりますからね、うん、そこでやっぱりこれ国民的運動を持ってくる、うんうん、それでこの資料要求の同意をあの反対する国会議員はもうこれやろう、うん、
これぞの選挙は当然、うん、支援しないという国民運動をやらなきゃダメなの、うん、それで、まあ、自民党の人、公明党の人、与党に影響を与えてね、うん、これは誰が見たって、どこの国だってこれだけの疑惑が出た場合に逃げれるもんじゃないですよ、うん、国家の正当性の問題でしょ。そういうその国民、同時に6党が協議してプロジェクトチーム作って、同時に山口二郎さんにも頼んで その市民連合を作ってね、はあ、安保法制よりもっと重要な問題ですよこれ、うん、安保法制もそういうそのごまかしに乗ってああいう曲をやってるわけだからね、うん、だから日本 その安倍政治の病根がますます明らかになってるわけだ。やり口の共通性がそこにあるわけだな。 それはあの、うん、この働かせ方問題にも、データの問題にも同じことが言えるわけですよ、うん、そういうその考えられないね、想定できない国家のその一種の犯罪、うん、これ国家転覆ですよ、こういう行為は、うんうんうん、それをねやっぱり明確するために、これやっぱり市民運動っていうものをね早急に組織すべきだろうね。これ視聴者のためにこのてちゃん、この森友問題っていうのはそもそもどういう話なのか、ちょっと解説してくださらない。あと解説したじゃん、さっき教えてた、うん、したんだけど、ええ、いやだから結局、うん、その何て言うんでしょう、国有地を払い下げるときに、うんうん、そうだね、まあ手心を超えたんじゃないかと、うん、しかもその手心っていうのはその、買った相手がですね、そうそうが、うん、いやいや賭けじゃないですよ、うんうん、森友のだから理事長が安倍さんに親しいとか、うん、安倍さん の昭恵夫人に親しいとか、うん、じゃあそういう個人的なことでもうその8割か9割か知らないけど、うん、そんなことやったんじゃないの、これはちゃんと正当性があるんですかっていう問題提起から始まった、うん、そしたらもういろいろいろんなもの出てきて、そうだ、ね、うん、いやこれどう考えてもおかしいよねと、じゃあやっぱり忖度があったんじゃないかとか、まあ、総理の奥さんだからとか総理だからってことで財務省が値引きしたんじゃないかとか、いろんなそのまあ俗に政治の裏側みたいな話が、うん、まあ、出てきたわけですよね。あのね、そうですよ、あなたの説明を、まあ、私なりに補完するとすればね、はいはい、補完してくださいな、ちょっと十分説明しきれてないような、ま、いや私気がするもんだから、いやいやしきれてる、うん、ただその余計なことかも分からんけど、要するに森友 の小学校っていうのは教育直後的なもので日本を変えていこうという教育をする学校であったってことが一つですね、うん、それからもう一つはね、そういう学校だったんだな、ね、で日本会議を中心のそういう目的があったってことで、うん、作ろうということだな。もう一つはね、1億8000万の負担で変えるという、まあ、表向きの話、これその通りだけど、うん、あの計画が成功してたら籠池側の出す金は240万ぐらいですよね、うんうん、そう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 、そんな、うん、わずかでいいわけ、うん、なんでそういうことになっちゃうわけ、いや そこがその文書のやっぱりポイントになるわけよ。まあその後もいろいろあったんですよ、だからその合意がさらにあるとか、あれが成功したら、看護池側は240万程度の金で負担で進んだ話だったわけ、まあさ、効果不効果それは破談したけど、うん、そういうことが文書から暴露されるあれがあるわけだ。でしかも国会でその理財局長は、あれでしょう、金額の話は出たけど、その価格ゲットの交渉の中で金額の話は出たけど価格交渉はしてないっていう答弁でしょ、うん、これってね何の意味だかよくわからないよね、何の意味じゃなくて間違いですよ、ごまかしですよ、うん、糾弾しなきゃダメだよ国会で、そんなこと言葉遣いはありえないっていうこと、うん、それからやっぱり大阪の知見がね捜査してるでしょ、はいはい、そうなんだね、でこれはねやっぱり正確な適正な捜査ができるようにやっぱり国会は葉っぱかけるべきだろうね、うん、監視すべきだろうね、うん、まあ僕はこういう事態で変なことは知見はやれないと思うけどね、忖度はせんと思うけどね、そういう意味で森友問題は国家の統治行為の根っこの問題に突き刺さったと
でさすが朝日新聞はね頑張ったよ、うん、そうか、うん、そうだな、ここまで褒めてあげないとな。いやいや、これはぜひ新聞のその朝日をね背負ってこられた母親さんに伺いたいけど、ここまで一面で書いてですよ、あのまあ週刊誌なんかよくあるじゃないですか、バーンとスクープ打ってしてあーって騒いでるけど、ちゃんと二の矢三の矢持って一発目出しますよね、朝日もそうですよね。これはそうだ、だから一発目これ出したってことは、うんうん、昨日出したってことは、うん、2発目3発目もしくは国会でいろんなことを言い訳したときに、ちょっと待てこれがあるんだぜみたいなことは構えてこれあの書いたっていうふうに見ていいんですか、ね、そう見ていただきたい、うんうんうん、やっぱりね、ここやっぱりこれ相当こういう疑獄追及の時には、うん、それはやっぱりメディアが単なる報道ではなくて当事者になってくるわけだから、うんうんうん、ね、そういう一つの政治のな移り行きについてね、そうなると次はどういうことをが相手が返してくるか、うんうん、それに対してどういうふうにまた対抗していくのか、うんうん、またそれに対してこうなんだてめえらというふうなことで出てくるかもしれない、うん、それに対してどういうネタを持ってるか、うんうん、というあたりはね3つ4つ5つぐらいまでは先は読んでやってますよ、うんうん、それで、まあ、平野さんは書いたわけですよね、かつてはそれを守る側できっとねいろいろ政治の中でご苦労されたと思うけど、守る側じゃない、平野さん平野さんで3つ4つ持ってそうなんだ、それでやり合ってた、平野さんは妙な人でねどっちにいるか分かんないようなね凄まじ いや平野さんだって喋る時には3つ4つ持ってから喋る、そうだ、それは言える、あの実はね、私から見ればね、うん、森友問題は要するに安倍さんがあ の名前で金を集めたという実名を朝日が報道したと、でそれ削除しなかったというので言えば朝日のそのことでの安倍さんとの死闘だったわけだ、うんうん、私の戦いだったわけ、うんうん、ところがそのあまりにもひどく安倍さんが朝日を罵倒するでしょう、うんうん、これは予算委員会の公然たる席で朝日新聞批判をしてる、これはやっぱり珍しいで、朝日もあの受けて立たざるを得ないですよ、うん、それでまあ僕はその若干いろいろ相談を受けた中で、実はあるんだと、致命的なものをあるんだけど、これを出して、万が一、そこから先の追及が限界が来たり、そのウルトラ C をあの安倍側が打ったときに、これとんでもないことになるから、社の命運に関わるから、そのこれが確実性と、それからタイミングの国民に対する影響性、これを見てるんだと。で、オリンピックが落ち着いたら、騒ぎが落ち着いたら、やるということは、あのまあそういう相談もあったんです。あ、そうなんですか。それで僕はこの働かせ問題でガクッと弱くなった隙間にパッと出したと、そうすると国民もあれがこうだからこれもこうだろうという連動して考えるだろうと、そういうふうに勝負に出たというふうに私は分析してますがね。分析してるんじゃなくてそういうふうにアドバイスして、いやそれは政局を持ってったんだな、さては。そんなことないですいやだからあのそれは今度メディア論の話にはねもうならないけど、うん、スクープを打つ時っていうのはそういういろんなあの背景があるじゃないですか、うんうん、もう3つ4つ持って一発でいくと、だから出たからこれが全てで、うん、あとありませんよじゃなくて実はと、で政治は政治でそれにどうするか、そうです、ね、駆け引きが始まるんでしょう、その辺の、まあ、ある種メディア論のタイミングにしても、ね、久々だね、こういう リクルート事件を思い出してごらん、リクルート事件、背景はバブルでしょ、そして川崎 のビルのリクルートのあれから出るでしょ、 あれも朝日だったな、川崎のビルな、あれも朝日だった、そして次から次へと出て、政治と権力闘争になったのはいわゆる NTT のスーパーコンピューター100億以上の、あれをそのリクルートを通じてね、かんとかかんとかという話で中曽根さんのところに来るわけでしょ、で竹下中曽根の権力闘争になるわけでしょ、要するにそうだった、バブルがすごい事件だったな、バブルの背景の時にはいい加減なことを政治家もね、役所もね、あの経済界もやっとるわけだ、で一つ出ればねやっぱり連鎖反応起こすんだよ、次々と そこからつながっていく、だからそういうそれが裏舞台が発覚してるわけだよ、それがあのリニアの問題もあるんだよ、うんうんうん、リニアの問題もだからこれやこのオリンピックにかけて検察ももうあの知るだけなくなるんですよ、うん、
リクルートの時の検察知りどいたけどね。そうだった。そう、その、あの、昭和、あの、巨額は、あの、眠らせないのが眠らしたんだから。今度はやっぱりそういう意味で言えよ、この9月の総裁選挙を向けてて、何が起こるかわからんと。僕はあの、いろいろな形の、その、国家戦力絡みのプロジェクトで、まだまだ大きな問題が出てくるっていうふうに、あの、睨んでます。だから、平野さんおっしゃった、あの、当時のリクルートも、その、バブルがあって、結局バブルによってみんな役人も政治家も好きなことを大胆にやってたというバブルが、じゃあ今何かというとやっぱり長く続いてる安倍一強だと思うんですよね。そうだな、うん、だからそういう中でさっきの忖度の話でもないけども、やっぱりいろんなものを実はやっちゃってて、それが今一気にその平野さんおっしゃるようにこれから吹き出してくるんじゃないかとい う, う, いう裏舞台の意味合いなんじゃないでしょうか。ドロドロなものが出てくるのか、それでね、やっぱりね、権力は腐敗する、だから政権交代が大事なんだけどね、この、 あの森友 の, その公文書改ざん、捏造、これはね、あの権力の腐敗なんてもんじゃないよ。そう、そうか、そういう認識、うん、これはね、どういうふうに考えるか、だってそれは権力の腐敗という程度の問題ではないということね、権力の崩壊 の, あの現象ですよ、うん、権力は権力足らんとする一定のやっぱり最小限の自負心と節度があるはずなんだよね。そうね、独裁主義社会ではあり得るかも、それでもやれんことですよ。あの独裁者の中の権力闘争があるわけだから、ね、しかしデモクラシーのね、国会が機能してる、まあしてないかも分からんよ、そこで平然と行うっていうことはね、許せないですよ。だからね、もっと国民がね、怒らなきゃダメ。そうなんだよな。で、国民を怒らせる報道をね、もっとしなきゃダメなんですよ。これは国民の怒りに、あの、ひでえ話だなと思いながらも、まだ火ついてない感じがするな。おかしな。それはメディアが腰が引けてんだろうか。その、森友で おかしなことをやった理財局長が国税庁長官になってね、税金払わんとかっていうレベルじゃないよ、この話は。なるほどね。さあ、そして、誰が改ざんしたのか、森友文書っていうのが何かいっぱいあって、100いくつもあるとか200もあるとかね、そしてその背景の中で文書を隠している、いや隠してたのが見つかるね、いやありましたなんて、なんか抜け抜けと国会で答弁しているそしてその文書が何だか書き換えて国会に提出したらしいと、こういうことになるとね、一体日本という国を担っている権力の最低限の節度、最低限の自制、最低限の権力の道徳、これがね崩壊 しているではないかという心配を抱くんだけどもね、のほほんとこう春になったな、いいな、あのおひな祭りだななんて、我々庶民が言ってる背景にものすごいどす黒いそういう権力の欲望があるとなると、だな、これはもうなんか革命起こさなきゃいけないね、人づくり革命なんて言ってる話じゃないね、うん、いやそこでね、問題はね、そのと元の資料にもね、ぶっちゃったけどごめん、犯行をしてるね、決裁してるだ、その誰が決裁したかというそれを見ればあの非常に分かるよね。そうか。それからその当たるあのに、ね、偽造したね決裁、これも決裁してるはずなんだ、うん、そうですね、それがまず実務的な一つのポイント。それからもう一つはね、国会のテレビ中継見てますとね、この問題で当事者である一番の責任者である麻生財務大臣がね、常にニヤニヤしてね、ああそう安倍さんの隣でな、うん、それでしかもニヤついてるな、例えば朝日はこうだけど東京はこうだっていうふうなね、つい無責任な発言をしてる、うん、それから一方で、菅官房長官はね、官邸は知らんことだとで逃げてるね、うん、まあ、結局仮に改ざんっていうのが事実ならばどっちかがさせてるわけだからね、うん、どっちか、あるいはどっちかに忖度してるわけだからね、だからそこら辺の追及をこれから野党がさないかんけど、うん、僕は確信犯の人がニヤニヤできないと思うけどな、
普通人間の心理として。そうね、何かこう この間一日テレビ中継してたけどね、もう僕も一日見てあのへばりついて見てたけれども、なんかこの政治の本当に何だか一番の大事なこの根っこのところが崩れてるような気がするね。あのニヤニヤに現れてるね。それでね、僕はね、あの今度ね、あの我が輩は保守本流であると、で保守本流から日本政治に継承するというね、あの電子出版するんだよ。あ、そう、3月に継承鳴らすの継承だね。そうそうそう、保守本流として言えばね、本流なんだ、保守本流、本流として言えばね、やっぱり人間が平等であることと配分が適正であるっていうこと、保守本流はこれですよ。そうだったはずなんだよな、うん、保守ということの意味はね、これをね、その過激に分取ったり、そうそうそう、搾取したりね、そういう仕組み、俺のものだなんていうんだ、特定の人間に有利にしたり、保守の一番いいものはそういうものだよな、人間の幸せっていうのはそこに、難しいことかわからんけど、そこを目標とすべきであってね、うん、それができてないということについて残機に耐えません。てちゃん、この政局はどういうふうになっていくかね。そう、いや、まあ、どういうふうになっていくかっていうと、あのあれですけど、平野さんおっしゃったように、やっぱり野党はここはもう、うん、なんていうのかな、もう 最大の最後のチャンスなんじゃないですか。だからあの去年、あの森友で支持率がひっくり返ってでっていう波が来たけども、結局はほら選挙で戦えなかったのも野党の足並みですよね。だから平野さんおっしゃるように、やっぱり6党、まあ、6党一緒になって昨日かなんか一昨日とやってましたけども、うん、やったりやらなかったりしてるんだよね、うん、だからこれはやっぱり組織化して、野党はもうここはもう一つになってあの攻められるかということと、それからやっぱりまあ、さっきも言いましたけど、安倍さんはとにかく9月の総裁選がもう全てスケジュールですから、そこに向けてこれはちょっといろいろ厄介なこと出てきているので、そうだね、うん、これはもう対応を間違うと、例えばですね、あの佐川あの長官のあのを国会に出す出さないも、まあ、佐川カードって言われていて、ほうほう、まあ、自民党はあえて切らないと、うん、でここっていう時に、まあ、出して、それで彼を責任を取らせる形で収束させると、つまりカードとして持ってるからなかなか出さないんだなって言ってたけど、こういう例えば新たなまた森友のこういう話とか出てくると、もう有効なカードじゃなくなってきますよね。だから佐川さん出したところで収まらなくなるわけですよ。佐川問題じゃないよね、うん、だからそういうこうちょっと流れになってきてるかなっていうのは、あの本当に昨日取材し始め、そうですか、取材、昨日の取材ぐらいからそんな空気はありますね。で結構自民党の予算委員会の、まあ、中数名場合いますね、まあ、理事とかいっぱいいるんだけど、この辺も、まあ、ちょっとこれまずいっていう空気 は感じているような発言。ちょっと補足しますか、はいはい、議員証言法で資料要求して、うん、元の資料を出すということに関する決定してね、うん、その場合に内閣はそれを拒否できるんですよ。元の資料を出す、うん、内閣が拒否できる。その時に、その署名をするわけですよ、うん、署名、ええ、うん、でその署名の仕方によっては喋るわけだな、ええ、あの理由を言うね、理由をね、ええ、うん、それによって総辞職という道があるわけです、うん、こういうふうに追い込めるんですよ、うん、なるほど。だから国会のシステムっていうのは内閣の根本的危機につながりうる状況ではあるということ、ね、材料だということ、今ね、そうですよね、それは野党がしっかりすることですよ、うん、そういうことだな、うん、まあ、あの国会のやり取りはなんか頑張ってたような気がするけど、いやけどね、こっから先だな、ある党のトップがね、うん、自分たちの仲間にね、うん、質問の仕方が弱いとかね、うん、批判出てたでしょ、うんうん、ああいうことじゃ言っちゃダメだよな、うん、そうか、仲間意識でやっぱり、はい、じゃ あ今日はなんかとても政治の根本、権力悪というもののね、こうえぐり出すような、まあ、テーマも起きてるし、今日話が私はこう司会しながらとても感銘を受けました、まだまだ実はいろいろあるんだよね、本当はね、冬の冬季五輪が、ね、終わった、カーリング良かったね、銅メダルだからそういうことを言ってちゃダメなんだよ、だって北朝鮮が、ね、東京オリンピックどう使ってきますか、それシミュレーションしてもう備えなきゃいけないでしょ、さすが政治者だな、だから、まあ、じゃああとはこうやって見せるだけにしよう、一般の人たちがね、うん、あの応援して、いや育ね育ねって言ってるのはいいんですよ、すいません、ハルコさんはそんなこと言っちゃダメですよ、俺が言ったらダメか
石牟礼道子さんが亡くなったというのもねもう悲しい区会浄土名護の市長選これは辺野古容認派が勝ったりしたよ、ねなどなどいろんなことが起きています。さあ改めて、ね、我々の風運録風運はますます盛んということになっていくので、来月お楽しみに。今日はこれで終わります。ありがとうございました。あこれ水俣病ね水俣病です。水俣病